パロ,パロット砲、パロット砲、パロット砲、ペラーットライフルとは南北戦争において広く使用された前奏式のライフル砲である。パロット砲はアメリカ合衆国陸軍士官学校の卒業生であるロバート・パーカーパロットによって開発された。彼は1836年に退役した後、ニューヨーク州コールドスプリングのウエストポイント中工場で監督官に就任し、 1860年には最初のパロット砲と弾薬を製作、翌1861年には特許を取得した。パロット砲は中鉄と連鉄を組み合わせて製造された。中鉄は精度の良い方針を作るのに適するが、脆いため亀裂が入りやすい。この弱点を補うため、連鉄製の巨大な帯状金具で褒美を補強した。 こういった組み合わせを採用した大砲はこれ以前にも存在したが、パロットは強化金具の溶接に革新的技法を用いたため、これ以前のものが持っていた欠陥を克服することができた。この技法では、方針が灼熱している間に強化金具を装着し、その後方針を回転させながら方向まで冷却水を注ぐことにより、一定して正確に金具を装着することを可能とした。 南北戦争終結までには、両軍がこのタイプの砲を広く使用するようになった。パロット砲は10ポンド砲から珍しい300ポンド砲までの多様な大きさのものが製造された。戦場においては10ポンドと20ポンドの砲が南北両軍で使用された。特に20ポンドパロット砲は戦争を通じて使われた最大の野砲であり、砲身単体の重量でも1800ポンド。 約 800kg 以上もあった。より好んで用いられたものは、合計2.9インチ、74mm もしくは3.0インチ、76mm で、20ポンド砲より小型であった。南軍はこの両方の合計の砲を使用した結果、それぞれに適切な砲弾を供給す、必要が生じ、弾薬供給を複雑化させてしまった。一方で、 北軍は1864年までに2.9インチに、口径を統一した。3インチ口径の M1863 は、射撃特性は古い型と似ているが、直線的な方針と方向の広がりがない点で、識別できる。十分な連度の砲兵によれば、最大射程は2000ヤード、1800メートルであった。また北軍側の合衆国海軍にて、海軍仕様の20、 30、60、100ポンド砲がそれぞれ使用された。海軍型の100ポンドパロット砲は、行角25度において6900ヤード、6300メートルの射程を記録している。またこの砲は80ポンド弾を、行角30度で7810ヤード、7140メートル先まで飛ばすことができた。パロット砲は、射撃精度が高く、 他の多くのライフル砲に比べ製造が容易で価格も安かったが一方で安全性に対する評価が低く多くの砲兵から避けられた例えば1862年の末にはヘンリー・ジェイ・ハントがポトマック軍の装備からパロット砲を排除し3インチオードナンスライフル砲に置き換えようと試みている戦闘中にパロット砲が破裂した場合 公使は、鋭利な破片を取り除いて、射撃を再開したという。1889年には、ウエストポイント演習場での連続事故を受けて、ニューヨークタイムズが、合衆国陸軍省パロット法の使用を完全に中止するよう訴えかけている。今日でも、数百のパロット法の方針が残存しており、戦争記念公演や、軍庁舎、博物館などに展示されている。 これらには、ウエストポイント鋳造工場、ウエストポイントファウンドリーのイニシャル、WPF 加えて、ロバート P パロット、ロバート P ペラートのイニシャル、RPP が刻印されており、容易に識別できる。最初に製造されたシリアルナンバー1番のパロット方法針も、ペンシルベニア州ハノバーのセントラルスクエアに、 ハノバーの戦いの追悼展示品として、新しい砲画と共に保存されている。現存する方針の一覧は、ザ・ナショナル・レジスター・オブ・セルバイ・ウィング・シビル・ウォー・アーティルーリーにて参照できる。1863年夏、サムター要塞の強固に要塞化された、南軍陣地を前に苦戦していた、ウィリアム・シャーマン少将は、口径10インチ、250ミリメートルのパロット砲を、 いくつかの小型砲と共に投入した。全体では、80ポンドホイットアース砲2門、100ポンドパロット砲9門、200ポンドパロット砲6門、そして300ポンドパロット砲1門が配備された。北軍側では、貫通不能と言われ、南軍不動の中正者の象徴となった、ホートサムターの類壁も、巨大な口径10インチのパロット砲をもってすれば、 粉砕可能であると広く信じられていた。ザワシントン・リパブリカンは10インチパロット砲の技術的功績を次のように伝えている。最も有名なパロット砲の一つとして、クイーン・シー・アダム・スギルモア・ジュンショーが、サウスカロライナ州チャールストンを砲撃するのに用いた8インチ、200ミリメートル、砲通称スワンプ・エンジェル、スワンプ・エンジェル、沼地の天使が挙げられる。この砲は、 ザイレブンスメーンボランティアインファントリレジャミントによって運用されていた。1863年8月21日、ギルモア巡賞は南軍の PGT ボーリガード将軍に対し、モリス島とサムター要塞の重要最下陣地を放棄するか、さもなくば、チャールストンの町を砲撃するという最古通帳を着付けた。翌日になっても南軍が陣地から撤退しなかったため、 順庄は町への一斉射撃を命令した。8月22日から23日にかけて、スワンプエンジェルは町へ向け焼夷弾を中心に32回の砲撃を行う。町では大火災が発生した。この戦闘は、ハーマン・メルビルの同盟の死座スワンプエンジェルによって一層有名になった。終戦後、スワンプエンジェルは、ニュージャージー州トレントンに移送され、 キャドアラダーパークに記念品として展示されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。